アーウィンの操縦はスライドパッドで、上昇は下に動かし、下降は上に動かします。左右に速く動くときは左なら L、 右なら R を押しながら、 L か R を素早く2回押すとローリングレーザーを発射します。 Y ボタンはボム、もう一度押すと爆発します。A ボタンはレーザー、長く押すとチャージ弾です。もう一度ボタンを押し発射できます。チャージしたままで敵をロックオンできます。敵を爆発に巻き込めばボーナスポイント。ロックオンした敵をボムで撃つこともできます。シルバーリングはシールドを回復します。ゴールドリング3個でシールドパワーアップ。さらに3個集めるとアーリーワンナッチ。レーザーはアイテムでパワーアップします。ツインレーザー、ハイパーレーザーの銃で破壊力が上がります。ウィングリペアアイテムは翼を修理です。次はスピードと方向転換の練習です。 X ボタンで加速します。 B ボタンで減速します。している間効果が続きます。右上のブーストメーターが高いと使えません。スライドパッドが下に動かすと同時に加速すると宙返りします。オールレンジモードの練習に移ります。このモードは全方向へ移動できます。レーダー上で黄色のマークがあなたです。マップの端まで行くと自動的にモーターで戻されます。Bボタンで検索します。We'll be right back.
待っていたぞ、フォックス。この惑星を救えるのは君たちだけだ。頼む。この仕事引き受けましょう。アンドルフの好きにはさせません。我々に逆らう奴ら
たちはいっぱいに。さあ、フォックスだ。そうだったのか。セクターワイドは我がまま苦戦している。助けてくれ、ストラフォックス。引き受けましょう。Good luck.